前回の取材から6ヶ月ほど過ぎた5月、小島さんの姿は広島市内にありました。久しぶりやね。でもないけどね、なんかしょっちゅう来てる。まあね、まあね。長くなった髪の毛を切りに、高校時代からお世話になっているというオーナーの美容院へ。ブラウスで切ることもあるんですけど、伸びきった状態でここに帰国してるっていう感じなんで、うんうんうん、だからもう帰ってきたらとりあえず髪切らんと何もできないみたいな。広島とフランスの2拠点生活の切り替えスイッチは散髪なのでしょうか。どんどんフランスで新しい世界とか新しい人間関係で生きてるから、やっぱり帰ってきてこうずっと昔から会ってる人とかね、お世話になってる人でなんかこう、うん、のところに戻ってくるっていうのは結構精神的に大事だったりしますね。1時間ほどで散髪を終え、すっきりっていう気分ですか。すっきりすっきりですね。今日の演奏会頑張れると思います。そう、広島に帰ってゆっくり過ごすかと思いきや、早速演奏会の予定が。もうね、湿度がすごいんで今日雨降ってるし、松屋にをしっかり塗らないと音がなかなか引っかかって出ないんですよ。会場に到着するや否や2時間のリハーサル。この雰囲気好き。とって難しいけど、なるべくピッチカートでフレーズが作れるといいですね。9回目を迎える室内楽のコンサート。広島交響楽団などで活躍する熊澤雅樹さんに誘われ、毎年参加するようになったそうです。最大の美点は音ですね。音楽家ってやっぱ音を持ってなきゃいけないんですけど、高校生大学先生の時からすでに自分の音を持ってたんですよ。お客さんもこうほとんど演奏者の一部みたいな感じで、こう親密な空間ができるっていうところがすごく好きです。3日間のみの練習でしたが、そうとは思わせないプロのメロディーが響きました。ゴールデンウィーク真っ只中、向かったのは尾道市向島。ここから始まってるから、ね、それはそういう音になるよ。絶対一番元がいいから、ね、全身のイベントから数えると、実に25年にわたって続いている音楽イベント、しまなみ音楽祭5月の尾道音楽学校。海外などで演奏家として活躍する講師が受講生と3日間にわたって同じ食卓を囲み、演奏しながら音楽を学びます。アンサンブルの奥深さを知ってもらいたい思いがあるそう。一般的な日本の音楽教育の傾向として、特に中学生高校生の頃ってもうそのソロのコンクールのことにこう集中したりして、こうみんなと一緒になんか音楽を作るっていうことになかなかこう時間が割かれていない。今回は小学2年生から大人までのおよそ80人が参加。うわ、次の部屋に移動します。1コマ50分のセミナーを朝から午後8時過ぎまで。まだやってます。休憩とかされないんですか。あ、10分休憩あるんですけど、どうしてもこう熱が入ってるともう時間忘れてやっちゃう。秋の音楽休暇村と同様、しまなみ海道での開催。
音楽をやるのにすごくこうふさわしい場所っていう感じがすごくするんですね。まあ、今日もその尾道本土の方からこう都線でこう受講生と一緒に先生たちと一緒に都線に乗ってここまでやってきたんですけど、あ、今日も音楽やるぞっていう、まあ、やっぱそういう気持ちになるんですね。3年前に初めて参加したというバイオリン歴7年の澤田直樹さん。本番さながら澤田さんらの演奏を聞きに来る人も。1年間ずっと楽しみにしてる存在です。習ったことを精一杯頑張りたいな。小島さんの大学時代からの親友で、同じくフランスで活躍するチェリストの諸岡匠さん、講師として初めて参加しました。コミュニケーション取りながら、なんかどんな風にして一緒に音楽作っていくのがいいのかなって考えるのがやっぱり大変なんですか。面白くって、あ、このセミナーちょっとやみつきかもみたいな感じ。フランスでは一緒に旅行をするなど、本当にバイタリティにも溢れてるし、頭もいいし、それでいて演奏家としてもね、本当に一流っていう、こんな人間いるんだろうかっていうような感じですよね。先生たちから与えられたもの、見たもの、触れたものっていうのをこう大事に、今できる自分をね、こうなんていうのかな、等身大で出してもらえたら楽しい演奏会になるし、いい思い出になるんじゃないかなと思います。3日間のセミナーを終え、開かれた終了演奏会。何やら真剣な眼差しの小島さんが、10分間の冒頭挨拶を考えているようです。楽しみだな、りょうくんの10分。いや、何にも準備してないんですけど。10分って誰か呼び込んじゃうレベルじゃん。ちょっとここでえ、なんて言おうかな。さあ、果たしてうまくいくのでしょうか。いよいよ本番です。しまなみ音楽祭5月の尾道音楽学校、3日間のセミナーを終え、開かれた終了演奏会。こんにちは、またおはようございますですね。音楽はどういうふうにして成り立っているのか、どういうふうにみんなと呼吸を合わせるのか、そういうことを割と早く挨拶で語ったのは、音楽を仲間と共に作り上げ楽しんでほしいという思い。この企画をやっておりまして、そしてこの講習会をやるにあたって、私たち音楽家だけではこの講習会が成り立つことはありませんでした。まず尾道市さんがこの心を使わせていただくことで、このような部屋に分かれての講習会もできました。そして練習場所や食事など、音楽祭に協力し続けてくれている地元への感謝でした。では、ごゆっくりお楽しみください。3日間、朝から晩まで磨き上げた音色が会場を包み込みます。もちろん豪華な講師陣による演奏も。演奏後、講師陣が何やら盛り上がっている様子。最高でした。めちゃくちゃ好きでした。めちゃくちゃ先生同士が褒め合ってます。どうでしたか。
レッスンで習ったこともしっかりできてすごい楽しかったです。かっこよく演奏できてすごい思い出に残る演奏でした。子供から大人まで参加した受講生はそれぞれ濃い日々を過ごせたようです。たくさん教えていただいて、それを学校に戻ってからとかでも全然活かせるようにしていけたらいいなと思います。全体を通してどう自分があるべきかとかするところをなんか教えていただいたので、なんか失敗も次に成功につなげようと思います。パリと広島の忙しすぎる2拠点生活、頑張れるのは日々成長し続ける子どもたちなどの姿が見られるその瞬間があるから。自分にもまだ演奏家として足りないところがあるから、まずはやっぱりフランスで演奏家としての経験技術っていうのをやっぱり高めていきたい。そうすることによってやっぱりこれからこうしてこの道や広島に持って帰れる引き出しももっと増えて帰ってこられると思うので、自分自身がまず成長していきたいっていうことが一番ですかね。音楽を通してコミュニケーションをとって大人から子どもまで本当に一つになるという音楽の不思議な力を感じましたが、中田さんどうご覧になりました、はい、本当に小島さんならではの経験といいますか、僕も印象に残ったのは子どもたちにソロで音楽を奏でるだけじゃなくて音楽というのは仲間で作るものだよ、これが、ね、本当に印象に残ってますし、なんかこう小島さんと音色を一緒に奏でたことによってさらなるこう成長できる場ができて、子どもたちにとってでも本当に思い出の場になったんじゃないかなと思いました、ね、本当にみんなで一つの音楽をというところにすごく強い思いを感じましたし、あと地元への思いも吉弘さん感じましたよね。そうですよね、尾道の向島に行く道中も船旅も好きなんだということを言われてましたけれども、その広島の尾道の環境というのもまた皆さん音楽家の方にとっても大きいんじゃないかなと思いますよね。これからも音楽で地元そして子どもたちをつないでいっていただきたいですし、これからの小島さんの活躍も楽しみにしています。